こんにちは、カツオンです。昨日ね、ちょっと夜ね、少し、物騒なことがあって、あってね、俺もちょっと少し、ちょっと、怖かったんでね、ちょっと、とっさに生配信始めてさせる、ちょっと、それで、ちょっと、途中で警察も呼んでね、ちょっと、お騒がせしました。配信者としてね、じゃあ、こんなの、こういう授業も配信してやるみたいな、なんか、そういう、配信者魂に火ついたっていう部分もありました。配信もね、ちょっとお付き合いいただきありました。ちょっとね、少し、いろいろありますけれどもね、掃除片付けしてね、すべてうまく回っていくように、やりますんで、頑張っていきますんでね、気持ち切り替えてやっていきましょう。掃除片付けね、掃除片付け頑張ればね、すべてうまく回ると思いますから。朝日浴びてね、セロトニンパワーで、すべて、明るいパワーですべて好転させていこうと思います。毎日こまめにね、掃除してね、もうなんか全てがうまく回ってくるように、こう運気が、カレン・キングストーンさん、カレン・キングストーンさんもね、やっぱそういう風におっしゃってたから、あとちょっとね、こう綺麗になるんでね、頑張ります。で、最近ちょっとね、運動もね、ちょっと始めようと思って、ウォーキングと、あと筋トレね、ちょっと毎日、午前中のうちにやろうかなと思って、剣立てですね、ちょっとね、腕立てがちょっとね、最近できなくなってるんだけど、昨日から始めたんですけどね。よいしょ。一応護身として聖剣好きもね。今ちょっとYouTube の中で前蹴りに習ってまして、極真空手世界王者が教える前蹴りっていう動画ね、総合格闘家上田幹夫さんのね、ちょっとチャンネル動画見てたんですけど、こうやって足の裏を見せた状態でこうバーンってやるんじゃなくて、当てるまではこうやってて、バーンってやるらしいですね。いや、結構勉強になりますね。蹴る瞬間は中速を見せない。足でいう中速、ここの部分で蹴るみたいですね。体が反っちゃうのも良くないみたいですね。なるほど、なるほど、なるほど。こうやって、こう、体がこう、反っちゃうのが良くないみたいですね。そうじゃなくて、こう、ちょっとこうエビのようなクッてなる方がいい。ちょっとサンドバッグ欲しいな。最近顔がブニュってなって見にくくなって、肌も汚いし、自分の顔にがっかりしてしまった。調子に乗って毎日瓶ビール飲んでたからかな。リセットしよう。よし、OK。自己管理って本当に困難で、うまくできなくて悔しくてたまらなくて、いや、悔しいなんて言葉じゃ 20% ぐらいしか到底表現できないほど手詰まりで、抑うつで、自暴自棄で、心底嫌になるな。どないせっちゅうねんって全部投げ出したくなるよ。でも死にたいっていう気持ちすら無力だからな。
まあここからあがいて少しずつ生きていくしかない。くちゃくちゃ食べないようには気をつけてるけど、ソフソフ食べるのまで批判されるとは思わなかった。熱々のご飯食べようとしたらソフソフするのは仕方ないと思うのだけど、味の素の CM の小栗旬さんは良くて俺はダメなんだろうか。俺がおっさんだからだろうか。とりあえずくちゃくちゃしないようには今後も気をつけます、うん、新天地を目指すべきなのかな。あと2年はここに住みたかったけどな。なんだかんだで実家に帰るより新しい世界を作るための新天地を探す方がいい気がする。 DIY のスキルも何も伸びてないんだけどね。でも移住先を探すためにいろいろと地方巡りをしてみるのも良さそうだな。動いていこう、動いていこう。あ、まい。とりあえず下手物はもう食べたくないんだ。ゴキブリ食べたくないよ。人生において本当に目指したいビジョンを見失わないように世界を作るために動き出そう。こんなところでビクビクしてる場合じゃない。破壊のカス、家族の間生んだ亀裂。